正月映画の打ち上げの晩に小道具の関さんと朝まで飲んだよ。関さんこの道30年、俺まだ5年のペーペーだけど、関さん俺に言ってたな、長い間やってていろんなことがあったけど、仲間が辞めていくのが一番辛かったってな。映画が好きでこの道に入ってきたやつで、映画が嫌いになって辞めていくやつはいなかったってな。なんで仲間が辞めていったのか、関さん黙って俺には言わなかったが、俺絶対辞めねえと関さんに約束したよ。仕上げの晩に小道具の関さんと二人で朝まで飲んだよ。日頃関さんにゃお世話になってるから、今日の分は俺が持ちますかって言ったら、10年早いよって断られちまったよ。正月映画の打ち上げの晩に小道具の関さんと朝まで飲んだよ。正月映画の打ち上げの晩に二人でその日は朝まで飲んだんだ。